皆さんこんにちは。今回は山内圭介さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。2017年フジテレビのダウンタウンナウに出演した演歌歌手の山内圭介さん、本音ではしご酒という企画でかねてより噂されていたお姉疑惑も追及されたのでしょうか。山内圭介さんは今話題の演歌歌手で、氷川きよしさんに続くイケメン演歌歌手として人気です。氷川きよしさんが活動休止している分、注目度はさらに高まっていることでしょう。ここで山内圭介さんのプロフィールを見ていきます。山内圭介さんは1983年5月31日生まれ、福岡県糸島郡前原町の出身です。身長178センチメートルで血液型は O 型です。現在三井エージェンシーに所属しています。出生体重はなんと 4600g のビッグベイビーだったそうで、今のスリムな体型からは全く想像できません。福岡県立筑前高等学校1年生で16歳の時にカラオケ大会に出場した山内圭介さん、作曲家である水森英夫さんの目に留まり、スカウトされたことがきっかけとなりデビューします。氷川きよしさんも同じく水森英夫さんの下で演歌を学んでいました。デビュー当時のキャッチフレーズが、僕は演歌な高校生というものだったそうです。今ではちょっと赤っ端なエピソードになりそうです。2015年から2023年まで途切れることなく NHK 紅白歌合戦に出場しています。歌がうまいのはすでにご存知かと思いますが、ルックスもバッチリです。イケメン演歌歌手といえば氷川きよしさんという時代があり、おばさまたちから絶大な人気を博していましたが、最近ではその人気も落ち着いてきたように感じます。最近では山内圭介さんの方に人気があるように感じられます。次世代のイケメン演歌歌手として活躍が期待されています。ところが山内圭介さんを検索するとこんなキーワードが出てきます。それがお姉です。山内圭介さんにお姉疑惑があるようなのです。言われてみると中性的な見た目であり、話し方なども男という感じではなく、やはり中性的寄りに見られることがあります。お姉疑惑に関しては、ああ確かにそうかもと思う人も少なくないのではないでしょうか。以前山内圭介さんはこんなことをテレビで語りました。僕は冷え性なので、お客様と握手するとマッサージ効果が出て手が温かくなる。冷え性というキーワードは女性を連想することもありますし、お姉疑惑は疑惑じゃないのかもしれません。そのように思ったのですが、実は以前彼女がいたということなのです。ファンの間では有名な話だそうです。仕事柄穏やかな話し方でメイクもしているので、そういう噂が出てきてしまうのかもしれません。現在山内圭介さんは男の美学を研究しているということなので、昔も今も 100% 男として生きているそうです。以前いた彼女とはどういった方だったのでしょうか。また現在の彼女の噂を探ってみました。ある写真が発掘されました。まるで彼氏彼女の関係にあるような感じで写っています。この女性の名は三井優香さん、33歳です。実は三井エージェンシーの社長令嬢です。2013年10月9日にロサンゼルスで撮影された時の一枚となっています。この時期三井優香さんはロサンゼルスへ留学しており、様々な地域で山内圭介さんと一緒にいるところを目撃されたという情報もあります。結婚の噂なども出てきていたようですが、ただのマネージメントの一環として同行していただけかもしれません。もし社長令嬢と付き合ったなら結婚しないと今後事務所に居づらいのではないでしょうか。山内圭介さんを検索してみると、創価学会というキーワードも出てきます。創価学会員なのかと思って調べてみますが、特にそのような情報は出てきません。水森英夫さんの門下生で同じ福岡出身の氷川きよしさんが創価学会員であることは有名ですが、それが飛び火してきたものかと思われます。今のところ山内圭介さんと創価学会につながりはないものと思われます。甘いマスクでたくさんの女性ファンを魅了している山内圭介さん、そんな山内圭介さんになんと結婚疑惑が浮上していました。山内圭介さんは1983年5月31日生まれで、2024年現在は40歳になります。そんな山内圭介さんを検索すると、結婚してた
や嫁などのワードが出てきます。結論からいくと、山内圭介さんは結婚しておらず独身なのですが、なぜそのような噂が出てしまったのでしょうか。山内圭介さんの結婚相手と噂されていたのが、先ほども取り上げた三井優香さんという女性です。改めて確認すると、三井優香さんは山内圭介さんが所属する芸能事務所三井エージェンシーの社長令嬢でした。目鼻立ちのくっきりした美人さんであることがわかります。三井優香さんはロサンゼルスに本社がある三井エージェンシーインターナショナルの取締役社長をしています。浮世絵を世界でつなぐことをテーマに、浮世絵を世界に広めるお仕事をしているのだそうです。日本の古き良き文化を継承するという点が演歌と似ています。2016年11月4日掲載の週刊女性プライムに1982年生まれとありましたので、2024年現在は41歳になり、山内圭介さんの1歳年上です。週刊女性プライムの記事の中に、2007年から三井エージェンシーに所属することになった山内圭介さんの担当をしていたことが語られていました。2007年に夏川りみさんがうちの事務所を辞め、入れ替わりで入った弊社の主力演歌歌手の一人である山内圭介の担当になり、さらに仕事が忙しくなりました。紅白歌手の夏川りみさんとは違って、当時はほぼ無名の演歌歌手でしたから、イベントの企画から制作まで基本的には全て自前で行いましたし、 CD のキャンペーンで全国を飛び回りました。もう猛烈に仕事をして、気がついたら29歳になっていました、と雑誌記事にはあります。三井優香さんは29歳からはロサンゼルスに留学をしています。つまり山内圭介さん24歳、三井優香さん25歳の時から4年間山内さんの担当マネージャーだったということになります。山内圭介さんの下積み時代を支えたと言っても過言ではありません。こういったさまざまな憶測から山内圭介さんの結婚相手として浮上したのでしょう。しかし、先ほど取り上げたツーショット写真は2014年2月10日掲載の琉球新報内で三井優香さんを紹介する記事の中で掲載された写真です。二人がもし本当に山内圭介さんと恋人同士であれば、芸能事務所でマネージャーとして働いていた過去がある三井優香さんがこのような写真を掲載させるとは思えません。この写真はむしろ二人の仲がただの友人であることを証明しているように思えます。あまりスキャンダルがない山内圭介さんですので、こういった女性とのツーショット写真が出たことで過剰に噂されてしまったのかもしれません。また山内圭介さんは過去に公開プロポーズをしたことがありました。それは山田邦子さんがやっていた日曜バラエティというラジオ番組での出来事でした。山内圭介さんが番組内で白樺の誓いを歌った際、感想の僕と結婚してくださいというセリフを、邦子さん僕と結婚してくださいとアドリブで呼びかけたのだそうです。生放送で公開プロポーズされて、山田邦子さんも相当驚いたことでしょう。当時歌手として暗中模索をしていた山内圭介さんは、芸能界について相談できる相手を探しており、そのお相手に山田邦子さんに白羽の矢を立てたようです。後に、僕はまだまだ暗中模索の時期で、いろいろと教えてくださるような先輩に巡り会えないだろうかと強く願っていた頃だったんです。その時に邦子さんに番組に呼んでいただいて、この人だと思ったわけですと語っています。最初はお姉さんのような存在だった山田邦子さんですが、今ではお母さんというよりお父さんのような気持ちになっているということですから、恋愛感情はなさそうです。結婚はしていないことは明らかになっている山内圭介さんですが、ネットではいっちゃんという彼女がいるのではとも噂になっています。そこでいっちゃんについて調べてみると、演歌ないっちゃんというブログを書いている人にたどり着きました。しかし、この演歌ないっちゃんを書いている人は男性です。しかも特別山内圭介さんのファンだということでもなく、ブログ内では様々な演歌歌手の紹介をしていました。当然この方は彼女のいっちゃんではないでしょう。もう一人山内圭介さんと関わるいっちゃんの存在があります。それが同じ演歌歌手の市川由紀乃さんです。市川由紀乃さんは1976年1月8日生まれ、山内圭介さんより7歳年上です。二人が噂になったのはネットの掲示板での書き込みのようです。現在は削除されているため何が書かれていたか分かりませんでしたが、
山内圭介さんと市川由紀乃さんは2014年10月14日放送の歌謡コンサートカラオケヒット名曲選で愛が生まれた日をデュエットしているので、そういったところから噂が出たのかもしれません。美男美女でお似合いの2人ですが、週刊誌に写真を撮られるなどの決定的な証拠もありませんし、こちらもガセである可能性が高そうです。これまでに山内圭介さんと噂になった女性を見ていきます。1人目はリナさんという方です。調べてみるとどうやら山内圭介さんの熱心なファンのようです。リナのブログというブログで、山内圭介さんのコンサートやイベントに行ったというファン日記のようなものを書いていました。山内圭介さんとの個人的なつながりを感じさせるような記事はありませんでしたので、リナさんは単なるファンの可能性が高そうです。2人目は別れた彼女です。山内圭介さんは2021年2月22日に新曲古傷のヒット記念イベントで過去の恋愛について語りました。曲名にちなんで山内圭介さんの古傷について聞かれると、そうですね、自分のもっと若い時の恋愛をね、思い出したりして反省もしながらやっぱり感謝もしてますよね、そういう別れが歌の糧になっていますから見てるかなと語っていました。過去の恋愛も歌の糧になっているのです。山内圭介さんは2015年5月28日に行われたデビュー15周年記念イベントで結婚について聞かれた時、大先輩の五木ひろしさんが歌い手は40歳過ぎがいいと言ってくれましたので、そうします、皆さん安心してくださいと語っていました。しかし2021年2月のヒット祈願イベントでおみくじを引いた時、恋愛は良縁に恵まれるって書いてあって、でも慎重に信心しなさいって書いてありました、自重しながら楽しみにしていいんだなと思ってと語り、いい報告が聞けそうですかという質問に対しても喜んでいただけるのであれば頑張りたいと前向きな発言をしていました。いかがだったでしょうか。今回は山内圭介さんについて語られている話をいろいろと取り上げてきました。端正なルックスと心を溶かすような甘い歌声を持ち、演歌界の貴公子の呼び名に恥じない人気と実力を兼ね備えている演歌歌手の山内圭介さん、 NHK 紅白歌合戦への連続出演など、その知名度がうなぎ登りに高まっている山内圭介さんですが、その素顔については様々な噂や憶測が飛び交っているようです。 NHK 歌謡コンサートでは北川大輔さん、竹島宏さんらと共にイケメン3としても知られ、徐々にその知名度を高めていきました。山内圭介さんの意外な素顔を垣間見ることができ、演歌歌手としての実力は確かなものがありうことが分かりました。また熱狂的なファンが多くいることも事実です。これからそのプロモーションをどのようにしていくのか、さらなる飛躍見られることを期待したいと思います。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。